はい。ひとつき万撮の清水です。今日はですね、菅首相が国会を閉じたのと同時に落としてた爆弾。それはですね、あの、広島の河合安里さんの件なんですよね。1億5千万のお金っていうのが、えー、あれは適切に対応したというふうにこう書いてあるんですけども、<laughs> あれをね、パッと見るとですね、あのニュースだけを見ると、河合安里さんの件を菅さんが、まあ、強引に、えー、また合弁してですね、かばっているというふうに見えるかもしれませんが、 よよくよく記事をチェックしてみたら、ですね東京新聞の記事をチェックすると、ですね恐ろしいことが分かります、それは、ですね <laughs> あれは自民党の党本部の適切な手続きによって出されたお金であるというふうにこう言ったんですよね、<で>えどういうことっていうふうに思うかもしれませんけれども、まず、ですねあの当時の自民党総裁、安倍晋三、でそして、えー、当時の幹事長でもあり、今の幹事長でもある二階さん。 が、まあ、適切に行ったんだというふうに、こう言っていて、で、ちなみに河井安里さんのですね、秘書は有罪が決まったみたいですね。うん、公職選挙法で決まりまして、で、これ、連座制で河井安里さんも失職する可能性が出てきました。で、そのような事件に自民党の当時の総裁である安倍晋三、そして二階幹事長が、いや、正式な手続きに乗っ取ったんですよっていうふうに、こう言ったっていうことは、 あいつらも知ってたんだよっていうことを、現自民党総裁、現日本国総理大臣、菅総理がですね、認めてるっていう。これは、私の感想なんですけども、菅さんって本当にコロナどうでもいいんだなっていう。もうなんか、自分が政治家として権力争いをする方がすごく優先で、もうそのためだったらもう何でも使ってるわぐらいの。 感じの人なんだなーっていうふうに思って、超怖くなりました、本当なるほど。うん。うん、やっぱり怖いとは言われてるからな。うん,うん。すごくないですか、だって。しかもわざわざ、えー、文書で答えてるのよ。うーん。菅さんは。答えられなかった、あの、ものに関して文書で、えー、答えているんですよね。 うん、いや支持の等確、なんて答えたかっていうとですね、支部の統制拡大などの政党活動のため、党内で定めた基準と手続きに従って、えー、党本部から適切に交付されたって言ってるんですよ。で二階さんは否定してるんですよ、ちなみに。そんなに上げてないって言ってたんだっけいや、あの、お金の割り方に、あの、どう、なんかインタビューとかには、もう語るに値しない。 要するにノートメント、うん、みたいな感じで、逃げてた話ですよ。うん、これがなんか桜を見る会で安倍さん、ただでさえそれでやばいところに、はい、もう一個爆弾みたいな感じけるって <laughs>、<laughs> なんなんこの人、菅さん、怖いわ、ほんま。<laughs> やるね。やるなぁと、思いました。うん、まあ、それはつまりさ、文章を書く、うん、あの、あれ。 各メディアに配ったっていうことそうですそうですそうです急所はここだぞって教えてあげたわけだね<う>親切にそう,そう、うん、なるほどね、はい、やりますよねいいよその審査がコロナ対策にも欲しいよね <laughs> そうですね本んに <laughs> なんでないんでしょうか <laughs> <laughs> ないよね<ー>やっぱりな、まあ、そういうこそういうやっぱりいや人間ほら あの得意不得意があるからね。うん、やっぱりほら、そういう、得意な方には一生懸命なるわけよ。うん、得意っていうのはそういうね、あの党内派遣争い。うん、党内派遣争い。派遣派遣。うん、派遣っていう、まあ、派閥でもしいな。派閥争いっていうかね。誰が答えたか、聞いたかっていうとですね、えー、中国新聞がですね、 昨年の参院選前、うん、自民党は河合案里陣営に1億5000万円を提供した、国民が納得する説明をっていうふうに、うん、この中国新聞がこれ文書って聞いてるんですよ。それに対して首相がですね、えー、支部の政党拡大の政党活動のため、党内で定めた基準と手続きに従って党本部から適切に交付された。と答えてるんです。なぜ、うん、かこれを東京新聞が取り上げて、他何も取り上げんかった。うん いや、中日新聞と東京新聞、ほら、くっついてるから。あ、中国新聞なんです、なると。あ、中国中国なんです。ああ、なるほどね。へそれちょっと不思議だね。うん、うん。うーん。それは、なんとなく、なんか、あの、うん、普通はくっついてはいないんだけどな。うんうん、うーん。まあ、だから、荒れるんじゃないここからまた。荒れるでしょう面白いよね。 二階君がそれをどう言うのかっていうね。うん、で、結局その一億5000万も、うん、その検察側から見ればそ,のそもそもその一億5000万っていってどういう金なんだよう、ね、<laughs> そうでうね <laughs> <laughs> あの。その広島に対してそんなに金出せるっていう。うん あのー、その一体原種は何なのかっていうのにもまあ興味あるって言ってたけどどうも何かそこまで突っ込まないような感じだなうんなんかね雰囲気的にさねうんだから菅さんがわざわざあ,、ね、あのメディアを通じて「はい、あ、ここここ支給書だよ」って <laughs> なぜかね中国新聞河合案里で検索するとですね質問した 中国新聞自体は記事にしてない。<laughs> <laughs> なんで <laughs> うんはてなマークがいっぱいんうんよくわからんかからうんまあそれあれだよね質問したってあの結局ほらあれでしょあのおとといの記者会見に中国新聞入れなかったんじゃないのそうそう入れなかった人が文書で。文書で、ね、うん だから、菅さんからすると、あの、インタビューに答えたと。まあ、国会閉じる前のインタビューにこ、うん、あの、記者会見答えたと。答えました。うん、で、も菅さんからすると、あ、いや、あれ聞いて欲しかったんだけどな <laughs>、って思ったら、<laughs> あ文書で聞いてきた。なんか、12社とフリーランス一人が入れなかったから来た。うん、あっよし書いた。よしって書いて、はいってやったら、なぜか中国新聞が無視して、東京新聞がそれを回答 <laughs> 何面白いよ,よくわからん。うん、っていうか、かんだよな,なんでメディアは。これ結構、爆弾発言だと思うんですけど。<laughs> 謎だね。謎すぎる、本当に。うんいやこれ、だからもし、まあ確かにすごく面白いよね。うん、うん、金額も、うん、その確かに一億5000万だっていうね。うん、あので、しかも、ちゃんと自民党から手続きを得て出したんだよと。うん っていう、もうまさに動かぬ、あれを出しちゃったわけだよな。しかも、現総裁ですから、自民党。まあ、その時にね、あのー、菅は官房長官だったけどね。うん、<laughs> お前も全く何も知らないとは言わせねえぞっていうのは、あるけどさ。うんまあ、理屈としては、官房長官は日本国政府の、<laughs> まあ、あに雇われていて、自民党の幹事長と総裁は、 言ってみれば、まあ、私的な組織ですから、ん知らんかったで押し切れるラインなのかもしれん、もしかしたら。ありえんだろうとは思うけどね。うん、まあ、ただ、その、同じライン上にはいないってい、ね、う。そう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 。うん、それはわかる。 そこ結構混乱してる人いるんですよね。<laughs> うんうん、あの、昨日この件でうがやさんとも取ったんですけど、早速なんかコメント欄かなんかにですね、うん、出所は官房機密費かとかっていうふうに言ってる人がいて、いや、それ違うから、つ自民党のお金じゃないからっていう。うん、<laughs> いやー。なんかね、あの、草津町議会の問題って知ってます本間さん。話しながら。うん、一人する。あれね。そしたらね、私の故郷であるですね。うん。草津。 うん、ね、滋賀県草津市に、ね、けしからんっていうメールが何つも届いてるらしいです。うん。<laughs> そう、そ群馬の草津町と滋賀県の草津違うからっていうのですね、私は物心ついた頃から30年間くらい思い続けてるんですけども、リテラシーが低いっていうのは罪だなと思いましたわね。なるほど、ね。ほと <laughs> に。うん、とばっちりくとばっちりだよ、ただの、本ん <laughs> 自民党総裁幹事長っていうのと、えー、あの内閣総理大臣官房長官っていうのの違いがわからない人がたくさんいるってことです。だよね。恐ろしい話ですけど。うん、まあそういうことだよな。まあそこってでもなんかほら、混同されてるようなところもあるしね。うんうん、うん。まあ普通の人はわかんないよね、多分ね。うん。うん ねえ官房機密費じゃねえよ、それは、うん。いや、それで官房機密費からさ、出されてたら、それはそれで大きな問題だよ。だうんまあ、大きな問題。<laughs> それを自民党のために1億5000万上げちゃってたっていう話だからね。<laughs> まあ、それはそんなので、いつでもやってるだろうけど、うん、ちょっと額がでかい、ね。額がでかい。うん、うん、なるほどなぁ。うん、そうね。だから、まあ、これ、あのー、うん。 どこまで突っ込むのか。検察がね。うん、そうね。うん、まあ、検察のさ、うん、結局、狙いっていうか、うん、あの、あれは、狙いっていうか、その,、うんあの、ターゲットはさ、うん、まあ、それは河い夫妻じゃない、うん、で、その1億5000万っていうのはさ、河い夫妻以外のターゲットを、 産むわけだよ、当然。うんうんうん、そうですね。だよね。だから、うん、検察が、その、戦線拡大してそっちまで行きたいと考えているのかどうかっていうところだよね。うん、今のところ雰囲気的にはそういうふうには見えないしな。うんうん いや、まあ、河合杏里さんの旦那さんである河合克之さんはですね、うん、まあ、様々な不祥事を起こしている人で、<laughs> うんもうなんかスピード違反の確かもみ見消しとか、なんかもういろんなことを、うん、セクハラみたいなこととか、うん、部下に対するパワハラみたいなものとかも大量に。やってるよね。う,ん、うーん、なかなかすごいよね。うん それをさ、法務大臣とかにしちゃってたんだからさ、すごいよ。はい、あもう本当なんだが、もう。っていうか、法務大臣って、だから、やっぱり安倍の中では、法務大臣って、こう、別に、誰がなってもいい、うん、あの、大臣枠なんだろうね、きっとね。なんか、どうでもいいポジションなんでしょうね。うん。やっぱりさ、そのほら、あのー、順法意識がないっていうかさ、うん 自らがだってほら、いろんなことやってるもんだから、法務、うん、大臣なんて別にお前、五輪担当省と同じぐらいのレベルでいいだろう、うみたいなね。<laughs> そんなレベルではないはずなんですけど、<laughs> 法務省って警察とかそういうのの管轄ですよ。<laughs> うん、でもかわいだぜ。河合開けてたんだよ。つまりそれってさ、やっぱり安倍が法務大臣っていうもののレベルをどう考えてるかっていう、うんうん、考えていたかっていうね。うん あえいい例だと思うよ。まあそうだね。本当に。うーん。まあね、チャリンコ大臣と同じにしちゃって、どっちがかわいそうなのかっていうのは、ちょっとあるけど、うん、まあね、チャリンコ大臣はさ、チャリンコ大臣って橋本、うん、あの、五輪担当省なのね。はい、まあ、あの、少なくとも、うん、<laughs> 人格的には <laughs>、あの <laughs>、 かわいいよりは、まあ、ましだろうしね。<laughs> だと思いたい。うんうん。<laughs> うん、まあ。週刊文春によるとですね、す確か、あの、スピード違反もみ消し疑惑っていうのがあって、なんか、あの、秘書にスピード違反をね、あの、間に合ないだろ急げ急げとかって言ったりとか、おい、あの前の車せえからムカつくな、おい、寄せろ寄せろっったあ煽り運転ですよ、これ。 したというですね、<ー>えー、あってですね、うんうん、しかもその秘書が河合さんとのやり取りを録音してあの出していると、ねで。それでもっともっと詰めろ詰めおってやれ、ね俺は怖くねえぜっていうふうに <laughs> なんか高速道路をなんか60キロオーバーとかしてたらし、うんねはい。 他にも秘書のピンハネ疑惑とかいろいろありましたよ本。本当にすごいよ。それを入閣させちゃうんだもんね。<laughs> そうですね <laughs>。すごい話だよね。やっぱあの安倍総理はですね、あの、河合克行さんの大変な名著を読んで感動したんですかうん,うん。司法崩壊。司法 <laughs> の崩壊という本を<か>あの出されていますから、私も買いましたよ。うん、ね。うん やっぱあの名著を読んでですね、あの、いや、こいつしかいないと。ね。あの、確信されたんじゃないでしょうか。これもなんか盛大なブーメなんですよね。司法の崩壊、河、うん、い克行。お前が崩壊させとるやんけっていうもう、盛大なボケか、これは、本当に。すごいよ、ほんと素晴らしいよ。いやー、まあ、ボケとしては一級なんですけど、ツッコミに税金がかかるのだけは勘弁してほしいなと思いますね。うんね 捕まったままなのに2人には税金で、うんえー、給料が支払われ続けているというね、うん、でだってほら <laughs> あそっかそっかアンリーの方は保釈されたんだっけでも保釈はされたけどさ国会になんか出てないでしょ、うん、当然2人ともさ国会にも全く出てないのに給料は支払われ続けているっていうね。うん いいなぁ。ね国会議員になろうかなぁ。なりたいね、本当に。な、うん、まあそんな、あの、こと言ったら、あれだ、安富さんに怒られるからな。<ー> <laughs> いや、別に安富さんは、あの、自分で出てませんでしたっけ <laughs> <laughs> いや、ほら、出てるからさ。うんうん そんなお前 <laughs>、あの、いい加減な気持ちでお前、そんななりたいなとかって言うんじゃねえ。いやいい、いい加減な気持ちでな、程度でならないとダメだと思います、むしろ。そっか。ちなみにですよ、うん、10月の段階ではですね、あの、河井案里さんが東京地裁の後半で、あの、幹事長からあのお金扱ってきたんですと、うん。いうふうに答えてるのね。うん、うんで。それに対し二階幹事長は、 あの、否定しているっていうふうに、こう言っていてですね。いやー、なんか。ねもらった本人はもらったもらったって言ってるんね。んでも、二階さんは否定していて、で、菅さんが今回、いや俺は適切な手続きに乗っ取ったんですよって、こう言うって、二階さんどうすんの本当ん素晴らしいね。素晴らしい、本当 まあでもな、これな、うん、どこまでたぐれるのかな、やっぱな、まあ検察のやる気なんだろうけど。うん、まあ今回もだけどほら、桜も結局、秘書略式起訴しておしまいみたいなさ、うんうん、雰囲気だしね。ほんとな、うん。だけどなんか新しいものもまた出てきたじゃん、なんだっけ。元農水省に。ああ、はいはいはい。<の> 卵屋さんが、あの、現金、現金あげてたっていうね。うんうん、あれすごいよなぁ。しかもの大臣室だもんなーっていうね。いや、本当に、あのーな、大臣室で現金のやりとりっていうのって、何なんですかいやー江戸時代ですよ。ね、うん。えちごお主も悪よのう、お代官様ほどではございません。<や> <laughs> あれじゃん、<や>もうってくそうだと思うよ。あれだったのかな、このほら。 卵パックなんか10パックぐらい、うん、持ってって、これ私どもの、うん、あの気持ちですって言って、うん、その下にそう現金が敷き詰めてあったのかな。俺は何だいって言った山吹色の菓子でございますっていうあのやつね。<laughs> <laughs> なんだ、山吹色のあの卵か <laughs>。うん、多分そうだったんじゃないの。あれだ、金粉かなんかまぶし,しだった。まぶしてあった。 <laughs> 金の卵でございますでしかもその人がさあのやめてさなんかあの入院ですとかって言ってこもっちゃったあそう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 そ、ん、う昭和う昭和感満載なんですけど本んに <laughs> <laughs> 何なんでしょうこの昭和感はねえうんうん,なんかこう東映薬剤映画みたいなさいやそ<う>本当、うん、雰囲気だよね 1970年代みたいなそっそ感じ、本当そう、ね、あれじゃああのー、平田ちゃんが喜びそうな,じじな、<laughs> そうですよね、本当に、時期らき戦いの世界観ですよ、これ。だよね、うん、それでさ、あで、あれでしょ、俺ら、まああの,ーなのなん、何キロでもオーバーしていいから、まあ走れって、前の車、どかせやーって言ってるってさ、<laughs> 俺は怖くねえんだーっつって。 それが法務大臣ですけど、あのー、仁義なき戦いもびっくりだよね、うん、そう言ってるやつがさ、まさか法務大臣ってさ、うん、ありえねえだろって。え、ね、え、まあ、とにかくだから、それも結局やっぱりで、ね、もう安倍なんだよね、あのうん、結局だってほら、安倍が任命しなかったら、法相になってないんだからさ。うん そういう人間を平気で法務大臣とかにつけてしまう、うん、そういう倫理感覚の欠如っていうかね、うん、これはね、歴代でいないよ。ねここまでおかしいのはさ、うんうん、それがすごくよくわかる話だよね。ほんゃこのアンリ夫妻の問題って、あれでしょその、えっと、彼女を えー、当選させるためにさそうですで、それって結局、これもやっぱり安倍の肝入りだったわけじゃない。うんうん、で、もう一人、えーっと、岸田派の人は落ちちゃったわけだよね、これね、うん、確か。かそういうところも全部結局、安倍が自分の身内のために金突っ込んだりとか、うん、結局やっぱり安倍に起因にするんだよね。うん この7年間でさいやもう本当、全部安倍のもう本当、あの人ってもうなんか国会議員というものが持っている権威なんかそういうもの全て破壊し尽くしたなって感じがする。うん、尽くしたよね。うん、いや民主党の時もね別にそんなに良かったとはね思わんけどまあでも原発事故が起きて地震が起きて大津波かーみたいなね。 安倍さんの場合は、なんかこう、ずーっと、その、嘘つき続けたっていうね、本当にすごいわ。うん。<laughs> よくやるよね。まあ、よくやったよね、うん、だからね。うん。まあ、それで、うん、その、<laughs> それを引き継ぐって言って、うん、まあ、菅が、声だめの門番が、声だめの蓋の上に座ったけど、うん まあどうやらなんか、蓋をチロチロ開けようとしてるってことだよね。なんかずーっとなんか森、掛け、桜、買収問題とか、こうやって、うん、うんって菅さんが蓋を閉めてきたけど、自分が総理大臣になったら、パカッて開けて、ちょっと好き尺ですくって、<laughs> えじっ,ってこうあ、ね、あのあの、安倍さんにかけてるってう <laughs> えっ、えっえいえい匂いかおれうやってる感じですよね。 ね、これでも、本当に。今ね。今ちょっとこれ、え、臭いぞ臭いぞってこう投げてる感じが。<laughs> そのうちなんか多分声だめのあの、こうやって、つぼごとこうやって、バシャーってこう、<laughs> やってくるんじゃん、これもいやー、気持ち悪いわ。気持ち悪い。気持ち悪すぎる。うんなんかそういう今雰囲気を醸し出す、ね。そう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 ,そう。う ずっと門番が、ね、声だめを隠蔽して、こずっと蓋してきたから、うん、その上にこうやって乗っかって、ずっと乗っかる傀来なのかなと思ったらもう全然違う、うん、本当に。うーん。いやー。やっぱ声だめ嫌だったのかなうーん、臭い草だったんだよな。うーん。臭いの嫌だったから、ん草お前も臭い面白いっていうふうに今投げてんだよ。うん。<laughs> うんかもしれないよね。ねー いやあでもな、うん、さっきも言ったけどその熱心さがさ <laughs> あのー、コロナ対策とかね全く行かないね <laughs>、うん、不思議だよななんでなんだろうなっていうねいもう,もうあの人はもう本当にに何て言ったらいいのかなの国家とかそういうものというよりかは自分のなんか恨みを晴らすために 生きてんなぐらいの勢いですよ、本当 <laughs> うだって国民に対して何かとかって感じない、このコロナウイルスで大変な時に政治権力争いを最優先にして GoTo トラベルキャンペーンを推し進めるってなんか,なんか国民目線でってあの人言ってるんですよね、うーん,なんかそれ国民目線で嫌がらせするっていうことかっていう。<laughs> うん うん。まあ、そうかもな。うん、うーん。なんか。にもな。謎だよな。だって憲法改正も全然あの人やる気ないじゃないですか。うん。つさん。憲法審査会この前、うん、あの、結局、国民投票法案。あ、もう早、はい、棚送りあっち行って、みたいな感じで、こうやってたでしょ。<laughs> で、コロナウイルスに関しては、GoTo トドラベルキャンペーンはいいんですよ。エビデンスナイス、感染拡大の、はあ、みたいなこと言って、 国会さっさと閉じちゃって。うん。何なんだろうね、これ本当に。やる気を感じない。やる気を感じるのは、まあ、これ、10年ぐらい前の菅さんのブログ ?12 年、2012年かななんかに、世襲議員は、けしからんみたいなことを書いてたんですよ。うん。まあそういう意味では世襲のトップといえば安倍晋三なので、うん だね、うん、こう、やっぱり声をぶっかけてやりたいのかな、こうやって。えー、うん。この野郎、音楽さいみたいな感じで。まあ、なあ世襲ではない議員としては。うん。あの、まあ、珍しいもんね。うん、かなり珍しいね。で,ねですよ、本当に。うん。それは確かにさ。うん。まあ。全体的に見りゃ、そこはいい、いいこ、いいところなんだけどね。うん,う,んう,んうん。うん。 いやなんかそこがいいところだから、その本当に国民目線にやってくれたらいいのに、ね、森、うん、あのオリンピックの森元総理みたいにさ、いや3000億の追加予算をさ、まあま多いと思うか少ないと思うか主観によるよねとかって言って、<laughs> いや3000億、まあ、少ねえかなって思う主観を持つ人って誰って <laughs> 聞きたけどね,本当ね、まあ、世界に数人ぐらいしかいないんじゃないの いやでも3000億だからな。やっぱ数人くらいかもね。<laughs> だってビル・ゲイツもさ、10兆円持ってますけど、だいたい。<体>うん、5兆とか10兆持ってる人にとっての3000億って、10万円、5万円しか持ってない人の5、6千円ぐらいにはなりますからね。それなりに大きいじゃないですか。<laughs> 手元に10万円しかないんだけども、 あのー、なんかポーンと3000円、ちょっと出せる、うん、ちょっと迷う、ちょっと迷う。うん。いや。でき,いね、できれば出したくない。できれば出したくない。うん。給料10万円とかだったら3000円のランチとかやだもん。まあ、それ嫌だよね。もう無理と厳、ね、しいよ、ね <laughs> うん。やっぱりそれはほら。 えと98円の納豆と、98円の,、うん、あの、98円3パックの納豆と、98円のフィリピン産のオクラだよ。<laughs> フィリピン産のオクラ食ってるんですか <laughs> 安い,いちょっとね。フィリピン産のオクラはね、なんかね、あんまり色がよくないんだよ。うん、<laughs> そうな<だ> <laughs>、うんだだからね、最近はね、あのー、ちょっと怖くちょっと色が、あのー、悪いんで。うん 倍の値段のする198円の沖縄産を買って食べていく、はい、なんと本間さんのご飯が少し超高級食材じゃないですかねえ超って言えるかどうかはちょっと2倍ですよだっていやそれはオクラの中では2倍ですけど怪しいんだよなあのフィリピンはんか色が黒くってさ <laughs> そうだった <laughs> 緑じゃないんだ <laughs> ちょっと黒っぽいんだ <laughs> ちょっと朝黒くなっててさなるほどだいぶ時間が経ってる感じ、ね、感じがするのねオクラってねなんかね痛みやすいんだよなまあまあそらネバネバ系は特に <laughs> えー、いやなんかでも <laughs> さそう,そういうもんじゃないですかうちらの金銭感覚ってうん、うん、ねああこの豚肉賞味期限切れかけてるから30%オフだし今日使えば大丈夫とかさ そういう感じで生きているわけですよ。うん。それなのになんか一億5000万ポーンって出したり、オリンピックの追加費用3000億ポーンとか出したり、GoTo ト,トラベルキャンペーン延期します、超単位でお金使いまーすとかって言われてて、なんなんや、あいつらほんまに。<laughs> まあね、うん、その、まあさ、政治家ってね、その国家100年の刑みたいなのさ、うん まあ考える立場にあるから、うん、ちょっと金銭感覚的にさその198円の納豆3パックがどうだどうとかこうとかは別にいいけども、うん、それにしてもさやっぱりこう、うん、なんかこう最近目につくのはああきっとこいつら何も考えてないんだろうなみたいなね、うん、いや少なくとも100年の計は考えてないだろうなっ全、ま、く感じないねーだよね しかし、一億5000万ポンとやっぱり簡単に出せるんだな、今でもな、自民党って。う,ん,うん。あのー、やっぱり民主党政権の時に、うんはい、そうだよ。自民党ってすごくやっぱり、うん、あのー、追い詰められてね。うん、確かね、あの、永田町の自民党の、うん あの本部あるじゃないですか。はい、あの本部を担保にして、うん、銀行から金借りなんだよね。ああ、そうなんだ。うん。もうほら、本当にこう、小沢一郎の締め付けが厳しくって、うん、もう本当自民党金なくなっちゃって、う,ん、うん、本当こう、滅亡寸前まで追い詰められたってい、ね。<laughs> へぇー。うん。うなんんで、どこだったか、都銀 うん、どこだったっけな、うん、今で言うみずほだったっけなどっか境うんが貸したんだよね。うんあのー、あそこの一等地だからさ、自民党が、ね。まあ、そ,そうですね。まあ、あれを担保に何百億か借りたんだよな。うん、もう返したのかなもう返しただろうけども。あの今、ね、今見ました。うん、えっと、あえら。 に書いてある記事がですね、うん、自民党100億円の借金やっと完済っていうのが2019年出てましたね、うん。おー、やっぱそうでしょう、ねうん。うん、そうなのよ。で、借りたのよあの、複数の大手銀行の、えー、っと、によると、自民党本部建物の担保差し入れ年書。うん。幹事長経理局長の保証。うーん。これすごいね。なすごいでしょ つまり、これ建物、本部ビルを建物にした上に、うん、経理の責任者と幹事長の連帯保証ですよ、これ。すごいね。当時の幹事長ってことでしょうん。うん。うそこまで追い詰められたんだよ。金なぎって言ってさ。ああすげえなぁ。うん、まあ。それでも あの借り手に有利な条件だったんじゃないかと批判はされてますけどね、うん、でもまあ追い詰められてたんですよね、うん大、うん、騒ぎになったんだよね、うん、だから、今はもうその戒めも忘れて1億5000万、パンと出したわけだ。うん 金をばらまきゃやっぱり気持ちいいなみたいな感じだろうね。うん、余裕ができたってことだよね、<ー>そういうことができるんだからさ、すごいよな、で、ね、も<う>、うんや、それでなんだっけ、ほら、うん、えと他の選挙の陣営から、うん、通常、うん、通常はその10分の1しか金来ないって言ってたよね、つまり1500万しか、うん、普通は配られないんだって。うん それだってすごいけどね。うん,うん。すごいね。それだってすごい金額ですけどね、うんうん。だって野党系にそんな金なんか絶対出ないしさ。すげえわ。野党あ,あのー、ある大学の先生が言ってたけど、はい、やっぱりもうとにかく大学の先生とかで政治とか <coughs> やってる人なんか、よーくね、うん、あのー、 かませんかみたいな話、いっぱいよくあるんだって、政治家になりませんかみたいな話。はい、でも話聞くと、もうとにかくあのお金は全部ご自分でなんとかなさってくださいと。<laughs> <laughs> だからね、もういくらでも話振るんだって、こいつ金持って,持ってそうだな、<ー>持ってっかな、持ってっかな、持ってっかなって言って。 なりません、なりませんなりませんって聞いてくんだってさ、うん、その中で、うんあのー、ちょっときょ僕、政治家に興味ありますと。うん、で、しかも、なんか電波とは持ってて金もありますと。うん、とか、なんとかどっかの社長やってますとか。うん、っていう人間をいろいろとこう引っ張ってくる。うん、だって野党って結局、金ないからね、うん、まあ今は政党助成金があるんだけども、うんうん、それだってさ、 あの議席数が少ないと、与党に比べたら全然少ないわけだから、うん、あの基本的には金がない。うん、っていう中で頼りになるのは個人資産ということになる。うん、もうだからね、あのー、だって俺のところでだってさ、来たぜ。ああのー、出ませんかって。うん。お<ー>えっとね、あの時希望の党が立ち上がったほほううん。じゃなくてよかったですね。 <laughs> 出るわけないってい <laughs> うだ、ねああ。あのさ、3パックあの98円の納豆と、フィリピン産の98円のオクラを食べている人間が、あの選挙に出れるわけがないでしょうよっていうね。<laughs> そうだね。<laughs> しかも、元受刑者であってさ、<laughs> もうヘレン・ケラーみたいなもんじゃないよ、この30句。<laughs> 30 30区、40区を背負っているのによくで出,出ませんって聞くなって、だからなんかそれもう、とにかく何百人にも聞いてるんだろうね。うん,うん。うん。なるほどね。もう、ところ構わず、相手構わず、とりあえず聞くんだよ。うん。うん、はあ<ー>。ねすごいよね。それで引っかかったら政治家。自腹で挑戦。自腹で挑戦。 なんかもう、あのー、やりがい搾取ですね、それは。は <laughs> <laughs> 本間さんのブラックボランティアじゃないけど。オリンピックのオリンピックの。クの政治家、ね、あの、与党、自民党を倒しましょう。やりがい搾取。う,う,う,うん。そういうこともあるだろうな。そういうことやってると勝てないから、絶対に。う <laughs> そういうのあるよね、きっとね。あるよ。いや、社会正義を振り回す人ほど、 金は渋いよ。んだよね。いや、本当にそれはありますよ、うん、本当。それはもう本当に、その、ほら、あれんとこ、憲法改正国民投票のね、あの話を、あちこち、もう100箇所ぐらいでね、うん、2> ここ2、3年ずっとやってきたけど、まあそれはもう如実に感じるよね。だって、講演料、安いときいくらですか、本間さん。 安い時は、うん、えっと、交通費込み1万円。<laughs> それ、交通費って隣町とかなんですか <laughs> いやいや、あの、都内だから、僕、千葉県だからさ、一週間ぐらいかかるじゃん。うん、往復で交通費で、うん、あ、その、それはね、その時はね。うん。でも交通費って結局、なんだかんだ言って2000円近く行くじゃん。うん。うん。1000円かになるよね。アビから都内のどこですかその時は。うん ちょっと忘れちゃったけど。まあでも1時間ぐらいしますよね。まあもちろんそうです、ね。うん,うん。うん、ってことは往復2時間。で,で、なんだかんだ準備打ち合わせ多分行ってから1時間。うん、で、えー、まあ1時間半ぐらい喋って、まあだから5時間ぐらい。それで1万円。うん。うん、時給2000円。うん。<laughs> う勝てないよ、こんなことやってたら。本当にだよね。すごいよね。うん。それでいてさ。うん。 あの、会場ではさ、カンパを募ってたりするわけ、うん、その、その会のね。うん、その会のためのカンパ。はい。講師にカンパ払うんじゃなくて、会のためのカンパを集める。ほんさんもらえないのもらえないよ。その1万円込みでっていうね。ま、さすがに、それ1回やってもなんかバカバカしいなと思ったんで、そういう話がやっぱり年にね、1、2回はね、スルーって来るんだよ。 だけど、さすがにそれはお断りしてる。やっぱりそれじゃあね、ちょっと、いくらなんでもお話しで,、うん、できないっていうか、うん、あのー、話す人間に対するリスペクトがないよね、<laughs> それってさ。うん、いやー、なんだろうね、それで権力に勝てると思ってんのかな、少つくくともね、ね今回の菅さんとかはね、真面目に権力闘争してますよ。うん そのなんか市民の活動の会とかって、それ、ままごとじゃん、ただのもう、<laughs> そこまで行ったら。だよねー。菅さんは真面目に権力闘争をやってる。うん、勝てんな、ね、これは、それ,、うん、それでは。まあそういうのでは勝てないよね、うん、やっぱね。どうしてもね、いくらなんでもやっぱり、霞くって生きてるんじゃないからさ、うん、やっぱりそういうところはちゃんとやらないと。うん いくらなんでもね、うん、って思ったよね。まあでも、そういう意味では、ね、1億5000万河井案里にぶち込めるっていうのって、まあ自民党、お金あるんだなぁと。だけど、お金がある上に、け政制が長かった。総理大臣安倍さんが長かったがゆえに、いや、本当に腐ってたんだね、これ。うん。うん、そうそう。本当そうよで。で、そしてそれを菅さん自身が、あーのー、あれ臭いよって。 よってわわざわざ新聞ねえいやでもここがすごいな本当にまあでもそれはさなんていうの正義感にかられてやってるわけではないな全くそんなものはないうん多分それ、まあ、自分の都合でしょう、ね、これはそうそうそう,そう、うん、で多分せっせと自分の声だめのあのツボを作ってるわけでね今ね、うん、でそっちにこうやって入れて <laughs> こっちは あの、ば <laughs> らさないように、つって声だの都合をこっちに。これは安倍にぶつける声。<laughs> これはそう <laughs> これは二ピってこう今投げてる最中。<laughs> うん、いや、でもすごいねあの、その意味では仕事能力に関しては尊敬いたしますが、全く国民の方に向かない。本当に。 だよね。いや、これ、安倍、何でもいいから倒してくれっていうふうに、あの、思っている人たち多いと思うけども、うん。このオリンピックとか、そのコロナに対する菅さんの無関心ぶり憲法改正に関してもそうだけども、見ると、多分この冷酷さみたいなものは、国民に来ますよ。うん。最終的には。だよね。うん。こうなったら怖いで。 でもやっぱりなんか謎なのがね、なんでメディアはこれ、本当に、中国新聞のインタビューを東京新聞が取り上げてるっていうのは、うーん、うーん、ーんかなり不思議。まあ、これからなのかな、うん、あ違うが、いや、全国紙がやるのは。うんまあ、読売はこの件に関してはの方、あんまり、あの、ほら、なんでか知んないけど、この、うん 桜関係に関しては読売がね、うん、あのー、えっと、スクープしたわけだよね、はい、まず最初に。うん、だけど、こっちの方はなんか読売は多分あんまり追いかけてないから、うん、まあやっぱり朝日とか毎日はどうするかっていうですね感じだよね。うんまあ、ねいやー、まあなんで今日はちょっとその、私個人的にその菅さんの爆弾発言というのがですね、怖かった。びっくりした。で 本間さんと話をしましたけども、やっぱり金と権力が一極に集中し続けると、こういう海、鎖みたいなものがいっぱいできてしまうんだなと、うんきちんとちゃんと見ていかなきゃだめだなというふうには思うんですが、これは本間さんとよく語っているオリンピックの方でもありますけども、もう向こう側と癒着しちゃってるからさ、ちゃんと語ってくれない、でうん、そういう問題を考えていくのが本間さんのね。 あの、一番のご専門なんですよっていうことをね、改めてちょっと伝えたいなというふうに思いました。いやほんま、今日の私のいいニュースはですね、本間さんの食べているオクラがフィリピン産ではなくて日本産になり、98円から198円の高級食材になったと。っていうか、夏の頃からずっと納豆とオクラだけど、栄養偏らないのかと。どうなのねえ、いや、まあだってほら、 そればっかり食ってるわけじゃないから。本当、なんか聞いてるのに納豆とオクラばっかり食ってるようなイメージなんだけど。うん。私のところにいただく寒波パとかもですね。ね。本間さんの納豆のパックを3パック98円から2パック198円に変えてあげてくださいとかっていうメッセージが来たりしますよ。うん,うん。いや、ありがたいことに、そこに生卵が追加されております。<laughs> 前からあった、それは。あ、そっあったっけ <laughs> あ,ったあった、あった。あったか。あった。うん。まあ、それで、うん それを食べて、うん、えっと、だから、その時はほら、炭水化物を食べていないので。健康ではあるわけですな。うん。で、だからまあ、ね、でも、丸一日炭水化物全く食わないと、なんとなくちょっと、何かが足りないような気もするので、うんうん、翌日は、ちゃんと何か炭水化物を食べる。うん、なるほど。いやー、うん、ほんとね、まあ、本間さんの健康に留意しつつですね。 これからもですね、この番組でメディアとかスポンサーに忖度することなく、番組を続けていければいいなと思いますので、こういう番組少しでも広まっていけば、ね、あの、日本も良くなるんじゃないかと信じて、本間さんの食卓も良くなるんじゃないかと信じておりますので、<laughs> よろしければチャンネル登録といいね、よろしくお願いします。今日も読書。